はバントークの後共演された他の演者様方と連絡を取り合う機会はありましたか？玉木くんはピンキーポップヘップバーンさんとコラボされておりましたが、リセ公女はどうなんですか？どうなんですかっていうのがちょっと喧嘩売ってますよね。どうなんですかって何？どうもこうもねえよ。怖いよ。リセさんはあの誰かと絡みました？猫宮日向さん、私のとつまちに来てくれましたし、うん。おー素晴らしい。でもそれ日向ちゃんが来てくれただけですよね。リセさん。そんな顔面にパンチ入れなくても。すいません。そんなノーガードのところに顔面に入れなくても。横断歩道橋の上とかからこの地面とかアスファルト見るのがめっちゃ好きで。大丈夫？病んでる？多分このエピソードをだいぶ初期に話したのがきっかけで、私コミショーとか陰キャとか言われるようになった気がする。これはコミショーっていうか陰キャ。あなんかね、リネさんちょこちょこ入るあとか絵とかがすげえ陰キャなんだよ。トーンが陰キャなんだよ。陰キャのトーンって何だ？え、わかんない。多分僕のこの絵とかあとかも多分陰キャトーンなんですよ。陰キャしか多分絵とかあとかしか言わないんですよ普通。確かにそうかも。聞いたことねえ。なんかこう喋るときに助走をつけないと喋れないんですよ我々は。だからえとかあで助走をつけてよいしょって喋るんですけど、陽キャの人たちはいきなり喋るからえとかあは言わないらしいです、どうやら。あれ、じゃあどうやって人の話をまず受けてるんだ。確かに、どう受け止めてどう返してるのか、どう喋り出してる。エンジンの使い方が多分我々だと違うんですよ。なんでなんだろう。次行こっか。